ニラを袋から取り出して、なんとこの袋をまな板代わりに有効活用しちゃいます。水と洗剤を節水して海の豊かさを守っていく。 SDGs もびっくり更新的で革新的。ティファールに水を入れて沸騰させていきます。沸騰したと思ったら、そのままティファールに麺をぶち込んじゃいましょう。泡が上がってくるので要注意です。しかし己の呼吸で何とかしましょう。あ、ふわふわ、あ、ふわ、ね、ふわふわしてね、うん、かわいい。紹介が遅れた。こいつが俺の相棒、アイリスオーヤマ IHKT34B。 こいつなしでは床クッキングはできない。よろしくな。ごま油でもやしとニラを炒めていくわ。やだ、パンパンじゃない。でも大丈夫、野菜はこのように体積が縮んで収束していきます。あれ、見たことあるよね、これ。そうだよね、フェルミ分布関数だよね。収束したらゼロになっちゃうから、カロリーゼロでーす。ラーメンを入れる器、持っている人なんているのでしょうか。ボウルで代用していきましょう。外見で人を判断しない、外見で料理を判断しない。フードロスを削減するために大事なことかもしれません。これで完成です。あ、近すぎて見えない。もしかしてマジシャン。テレレ。さあ、動画に映るズボンがちょっとダサいんで、おしゃれっぽい服に着替えます。やだ、恥ずかしい恥ずかしい。もちろんノーパンです。今日のお供はこちら、レモンサワーオフディスーニングバー。甘いのは甘いざ、甘いの苦しみざ、この部屋でお愛してあなた。さあ、お味の方は苦いレモンの匂い。肝心のラーメンのお味もおいしい。さあ、夢芝居サワーも全部飲み干して。やだ、力弱いんか。かわいい、かわいい。男ら失礼。ごちそうさまでした。